オリティ&チャレンジのアサヒビールとマツダの提供でお送りします。11月18日関西空港、そして次の瞬間二人はハワイへ降り立っていた。この二人一体何を考えているのだろうか。発想の原点は楽しいかどうかということ、至ってシンプルだ。そのためなら多少のリスクも厭わない。むしろそれすら楽しんでしまう。それが彼らのスタイルだ。今回の企画はコンドミニアムを1ヶ月間借りて日本の仕事をしながらハワイを楽しむということ。インターネット回線やネットカメラを利用すればつい数年前まで不可能だったことが可能になる。彼らはそこに目をつけた。でもそれだけでは企画とは言えない。そこで彼らは考えた。言い方を変えればそれを正当化しようとしていた。